バイルチャーギャリー小林と小林と申します。今日は清水焼についてお話ししていこうかなと思っておりますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。皆さん、清水焼き、聞いたことがあるかと思うんですけども、京都のね、焼き物になります。で、よく三水平に青いという、清らかという字に、水ですね、ウォーター、水と書いて、清水焼きというんですけども、よくね、お客様によっては、清水焼き、清水焼きっていうふうに呼ばれる方もいらっしゃるんですけども、実は清水焼きと呼びます。で、ちょっと調べたんですけども、起源は奈良時代からね、実はその土器を作り始めていたというようなことが、その文献には出ているそうです。で、ただ今のような清水焼きになったのはもう少しね、後の時代になるんですけれども、それについてね、今日はお話ししていこうかなと思っております。で、清水焼きといってもね、いろんな焼き物があります。こういった土物系のものですね、それから磁器のものもあるんですけれども、共通している言えることは、清水焼きと呼べるものは、伝統的な、ね、工法で作られたもの、具体的に言うと、手作りで、生地を成形して、手書きで絵付けをしたものというのが基本になっているようです。で、それ以外のものは清水焼きというふうには呼べないと言いますかね。そういったことを清水焼きの協同組合みたいな組合があって、そこが清水焼きの、レベルを保つと言いますか、そういうことで、ある一定の清水焼きの、枠といいますかね、そういったものを決めているようですね。ですので、ここに出ているものは全て手引きでね、引いたものが多いんですね。実はこれもね、土物なんですけど、京三島というものなんですけども、ろくろで引いて、でこの表面を印花といってね、この花の、形をしたこの印鑑みたいなものを、土が乾く前にこう押していって、でこの穴の開いたところに、白いこの釉薬をこう入れていくんですけどもね、非常に細かい作業がしてあります。で、中見ますと、その印鑑で押した跡もね、見られますよね。で、こういった清水焼きもあれば、こういった、これも土物なん、白いんですけど、土物なんですけどもね、非常に明るい、これも全て手書きです。で、ちょっとここが釉薬が盛り上げてね、作られてるんですよね。で、手も持ちやすいようにこう、面取りがしてあったりなんかして、非常に手作りじゃないとできない、そういったものがありますね。で、あとはこういった高地と言われるものですね。非常にこれは磁器なんですけどもね、綺麗ですよね。これも清水焼きではよく見られますね。そして染付とか赤絵の、柄ですね。これも全部手書きで描かれています。で、共通していることは手作りというふうに言いましたけども、こういった土物もね、重たそうに見えるんですけども、結構ね、軽く、やはり、型で鋳込みとか、型なんかでは作ってないので、軽くて使いやすいですね。で、あとは、ご飯茶碗ですけども、こういったね、松髄柄といいますか、これも全部手で描いておりますね。非常に細かい仕事がね、なされてます。で、この内側は染付なんですけども、これも手書きですね。非常に手間がかかっています。そしてこう染付でも、
こういうちょっと明るい色が使われていたりですとか、まあ、この部分ですね、青、あの、まあ、青海波という、ね、柄なんですけども、でうちもこんな感じですね。でもこれも手書きです。そして、これもご飯茶碗になるんですけれども、あのいろんな、柄をね、つけています。あの九谷 の, あの色絵とはまたちょっと違う感じですね、はい、非常にこれも全部 手で描いてますので、あの細かいですよね、はい、まあ、芸術的といいますか感動を覚えるぐらい細かいです。で最後はあのこれ抹茶茶碗なんですけどもね、あのこの桜が、まあ、敷き詰めてあるといいますか、これも、全て手で描かれてますので、まあ、気の遠くなるような、ね、作業がされているということですね、まあ、内側は割とシンプルなんですけれども、はい、まあ、これがまあ清水焼です。で当然ね手間がかかってますのでお値段もね高いんですけれども、やはりそれだけ、まあ、デザイン的な 絵付けの部分もそうですし成形の部分も、非常に繊細で軽いものが多いですので、まあ、どうしてもお値段は高くなるんですけども、まあ、それ以上に、見ててね、ああいいなっていうものが多いですね、まあ、デザイン的にもそうですし、私としては非常に好きなあの焼き物の一つになります。見ててやはりあすごいなっていう、まあ、感動を感じられる、器の一つだと思います。はい、まあ、なかなかね、パッと見て、まあ、清水焼かどうかっていうのは見分けがつかない方もいらっしゃるかと思うんですけども、こういったシールが貼ってあるものがあるんです、まあ、全部が全部貼ってないんですけども清水焼ということで、まあ、協同組合から認められているようなものが貼ってありますので、まあ、それ以外のものももちろんねあるんですけれども、まあ、基本は手作りのもの、それ手書きのものっていう感じですね。ですね、まあ、時期もあれば土物もあるという、まあ、バラエティに富んだ、まあ、ここはマグと今ご飯茶碗しかないんですけど器もありますし、作家さんもいろんな作家さんがいらっしゃいますので、非常にねお値段はしますけれども、まあ、それ以上に、いい器だというふうにことが言えると思います。はい、なんとなくね、ざっくりなんですけどもご理解いただけましたでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございました。器に興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またツイッター、インスタグラム、SNS やっておりますのでぜひご覧くださいませ。またネットショップもございます、ぜひご覧いただきたいと思います。バイルツギャラリー小林と岐阜や長瀬すぐ近くにございます。Google マップで検索していただきますとすぐ出てまいりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。